和洋折衷コーディネーター帰りです。皆様お帰りなさいませ。はい、ということでですね、今日はですね、着物の基本のキーということでね一体何なんだっていうことなんですけれども、コメントの方で和洋折衷コーディネート的なんか着物の基本の話みたいなことをぜひやってくださいっていうねお声をいただいたので、ちょっとそういうのをやってみようかなと今日は思っております。わー、何回か続けてねやっていこうかなと思っているんですけれども、まず今回一番最初にですね、着物ってどんな種類があるんだっていうことをね今日は解説していきたいと思っております。それでは早速レッツゴー、帰りチャンネル。はい、ということでですね、早速やっていくんですけれども、着物って大きく分けて季節的に言えば3種類あります。はい、ですね、まあ基本的に今の時期、夏、もう夏終わるんだけどね、今の時期7月8月、この夏、真夏っていうね時に着るようなお着物が、まあ基本夏着物っていうので、まあローって言われるものであったりとか、シャーって言われるものであったりとか、まあちょっと透け感のあるようなお着物っていうのがまずございます。ババン。ね、せっかくなので、私がね、販売しているものから今日は持ってきているんですけれども、これはアンティークもののローっていう夏物になります。なんかね、これ映んないかな？あ、映ってますね。ローっていうのが、こういうなんか、横線みたいな、ちょっとしましまって入ってるようなやつが、これローっていうんですけれども、これ夏のお着物でございます。まあ夏はね、このローっていうものであったりとか、ババン。これシャでいいのかな、ちょっとシャっていうのがいまいちわかんないんだけど、多分これシャかと思うんですけれども、夏のあのなんだろう、同じように目がなってるような着物、これシャっていうものであったりとか、あとはですね、あのラっていうなんか帯とかはラっていうなんかもっと編み編みの目が粗いやつとかもあるんですけれども、まあ夏着物、まあそういうものとかがあったりしますね。で、あとですね、夏といえば浴衣っていう、まあ今着てるものであったりとか、あとまあ一般的な紺色の、これはローケツ染めっていう染め方のお着物なんですけれども、まあ染めてやるようなものとかこういうのもあるんですけれども、まあ浴衣と、まあ夏着物何が違うかっていうと、夏着物はまあ正式な場に着ていけたりとか、そういうのがあるんですけれども、まあ基本的にこういう浴衣っていうのは本当に夕涼みに着ていくとか、なんかお風呂上がりに着るとか、もともとそういうちょっと、なんだろう、公式の場に着ていくとかいう感じのものではないので、まあもともとなんだ、湯上がりに着るようなものだったのかな。だけど今はまあそういう夕方とかにお祭りとかに着ていくようなものになったりとか、まあ昔はその夕方にしか、夕方以降にしか着ちゃいけないみたいなこともあったかもなんですけれども、今は別にね、まあ着ていってもいいんですけれども、まあそういうなんか式典とかそういうところに着ていくものではない。けどまあ夏は浴衣っていうのを着たりもしますね。はい。っていうところで夏、まず7月8月はこういったものがあります。そして次はですね、9月になります。じゃじゃん。かわいいでしょ。9月になりますと、まあ制服とかで言うとこうの合い物みたいな感じ。なんか冬と夏の間に着るようなものってあるじゃないですか。合い服っていうのがね。ああいうものが着物にもあって、なので9月と、あと夏の前なんで6月、5月に着るようなものを、あれですね、ひとえと言われるものをよく着ますね。はい。ひとえっていうのは夏着物と違ってこう透け感はないんですけれども、冬物って、ここに裏地がね、ついてるんだけど、これは裏地はついていません。はい。裏地がついてなくって、もう布1枚で基本はできているようなもの。こういうのを一重と言います。はい。なので、まあ今からの季節、9月になってきます。そういう時は一重というお着物を着ます。こういうのが一重ですね。ダダン。そして、あれですね。冬場というか、まあ、なので、10月から翌5月まで、ずっと長い間着れる着物ですね。こちらを合わせというお着物と言います。一重と何が違うかっていうと、こう、裏全面に、こうね、合わせといって、後ろにね、布が、はい、ついております。二重になってるっていう感じですね。こういう
の合わせの置物と言います。で最初の頃よくね、なんかよく分かってなかったのが、じゃあ一重にもなんか布ついてるじゃんっていう、このお尻のあたりとかにこうペッてちょっとついてたりとか、浴衣にもこうペッてなんかついてるんですけれども、こちらは一式当てというものでして、これは別に合わせの裏布のなんか一部みたいな感じではなくって、なんか薄い置物とかにこうついておりまして、こちらなんかこう座ったりとかしたらお尻のとこに負担がかかるんですよ、置物で破れちゃいけないので、こういうのでちょっと補強してるっていう、これは意識当てというので、これがついてても別に合わせの置物じゃありませんよっていう風になってます。はい、ということでね、まあ大きく分けて今言った通り、夏場に着れる夏物、こちらは7月8月、そして愛服みたいな感じで着れるのが5月6月に着る分が一重、そして10月から翌5月まで長いこと着れるお着物を合わせというところですね。まず季節的に分けたら大きくはこんな感じです。はい、そしてですね、まあ別の分類の仕方でいきますと、あと襟の種類というのが2パターンあります。今これ着てるのはバチ襟と言われる分です。さっき見たね、このピンクの分もバチ襟と言われて、もう襟がちゃんとこうね、縫われてて、この襟の先のところから、この襟元、獲物抜くところまでずっと同じような感じで、もうちゃんとなんか形にしっかりなってる。これをバチ襟と言うんですけれども、もう一種類ありまして、じゃん。こちらは広襟と呼ばれるものです。まあ、なんせここが広いんですよね。広い。わかるかな？めっちゃ広くって、普通、これ半分ぐらいに折ったぐらいなんで、普通はね、これぐらいの分になるんですけれども、こうなんか、バチ襟だとこう折り返してもここを縫ってしまってるんですけれども、縫ってなくてここがめっちゃ広い。で、まあ、ホックがあるかホックがないか、こう見えるかな、ホック。ホックがついてて、ここのホックにこうバチッとして、ここ半分にして、先まで半分に折っていって襟元合わせて着るっていう分、これが広襟と言われる分になります。で、私は特にあんまり普通のサイズで大丈夫なのでバチ襟でいいんですけれども、広襟何がいいかっていうと、なんかちょっと上半身とかだけちょっとごついんです、肩幅がみたいな人であっても、ここの襟のこれ半分に折っちゃえばバチ襟と変わらないぐらいなんですけれども、ここの折り返しをちょっと広めに取ったりとかすると、ちょっと上半身がちょっとごつかったりとか、まあちょっと着物のサイズちっちゃくって着れなさそうだけれども、ちょっと襟でごまかしたら着れますよとか、ちょっとまあそういう微調整が効くような分はこれは広襟と言います。でこれは広襟は基本的に折って着る分なので、まああんまり広いとなんかあれどうしたんだろうみたいになってしまうんですけれども、まあ襟のサイズで調節できるっていうのが広襟でございます。でこの分に関してはどっちがどうっていうのはないんですけれども、なんか着物の仕入れとか言って業者さんたちの話を聞いてると、なんかああこの着物バッチ襟ですねみたいな感じ、どっちかというと広襟の方が着れる人の幅が広いのかして、広襟の方がちょっと重宝してるようなお話は聞いたりはするんですけれども、まあ自分が着れればどっちでもいいかと思います。私はもう襟がしっかりしてしまってバッチ襟の方が個人的には好みです。はい、そしてですね、ここからはまあ着物の材質的なお話にまあちょっとなってくるんですけれども、まあ夏に着るような、今着てるようなこういう洗えるのは木綿っていう感じにはなりますね。こういうのとかもね木綿なんですけれども、夏の浴衣はまあ木綿か麻とかが多いんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、ちょっと私の手元に今麻がないのであれなんですけれども、麻の方が結構ちょっとどういったらパリッとしてるっていうのかな、まあ物によるかもなんですけれども、麻素材というのもありまして、で基本的に木綿と麻は洗えます。まあ浴衣は夏に着るものなので洗えた方がいいっていう感じなのかな、わかんないけど、なので夏場にその木綿の生地とか麻の着物に関してはまあ結構重宝したりしますね。で、さっき見せたこのアンティークの、これは正絹という、まあ言うて絹ですね、シルクです。シルクの、まあ洋服でもシルクは洗えないっていうような感じのお話よく聞くかなと思うんですけれども、まあシルク、正絹は基本的に、まあ洗えないような感じのものが多いですね。まあまあ物によって、その作り方
によって洗えると言われる方もいるんですけれども、まあ実際にはあんまり洗わない方がいいのかなと。まあし、なんだろう、質感がちょっと変わったりとか、まあいろいろあるので、まあまあ小剣という、まああんまり洗えないようなものがあったりですとか、まああとこういう、これね、質感の話をするとさ、これ動画で伝えられないからあれなんだけど、まあまあまあ、これはあれですわ、化繊、ポリエステル。ポリエステルかな？合ってると思う。化繊というものもあります。で、化繊に関しては洗えるものが基本的に多いんじゃないかなと思います。まあ、おしゃれ着用洗剤とかでね、まあ、木綿であっても、あと、朝であってもおしゃれ着用ので、ちょっと軽めに洗う方がいいかと思うんですけれども、まあ、化繊でできてるようなものは洗える。ただ、ちょっと、夏場は暑い、冬場は寒い、みたいな、そんな感じになるかと思うんですけれども、初めての方が買われるんだったら、まあ、化繊買ってみて、様子見てとかでもいいかなと思います。なんせお手入れは楽ですよね。あとですね、あれですね、洗えるっていうので代表的なところで言うと、ウールというものもあります。毛ですね。羊毛であってるの分。これね、ウール着物、リンゴちゃんみたいで可愛いんだけど、これはウールなんですね。で、まあ、言うて、洗える言うてるウールとかでも、まあ、多少は縮むけど、縮みが少ないから洗えるって言われてる感じかもなんですけれども、まあ、ウールは洗える。ただ、虫によく食われるらしい。っていうのが、まあ、ウールっていう着物があったりしますね。で、まあまあ、材質に関してなんですけれども、まあ、わかりやすいものはわかりやすいです。明らかに河川のもんは、これ河川だなってわかるし、木綿はまあまあ、わかりますよね、結構。ただ、まあ、上質な河川であったりとか、小剣っていうのは、結構似てるような感じになるので、あんまわかんないっていうのが正直なとこです。そう。着物の販売をされてる、まあ、大手の業者さんとかにも聞いたところによると、まあ、パッと見ではわからないから、糸を引き出してそれを燃やして確かめるって言ってる人がいるぐらい、本当にわからんらしい。わからんやつはもう全然わかんないらしい。うん、まあ、そんな感じですね。なんか着てみたりとかで、なんか質感とか、なんか、なんだろう、派手に馴染む感じでわかったりもするらしいんですけれども、多分慣れてない方はわかんないんじゃないかなっていうのがありますよね。かえりチャンネル。はい、というところでね、今日はそんな感じでね、まあご説明してまいりました。まあ基本的にね、季節は気にしていただいて、まあまあ一重とか合わせとか、まあ夏着物とかこう選んでいただいたらいいかと思うんですけれども、まあ今お伝えしたように、洗える洗えないによって、まあ中にブラウス着るとか、まあ私は決めてる感じになります。ね、基本的に私は本当にこの、まあ木綿の洗える浴衣とかであれば、もう中何も着ないで着てるんですけれども、まあ、タンクトップとか着てるけど、なんかブラウスとか着てません。で、その代わり、あれなんですよね。小剣の着物着るときって、小剣って基本洗えないんですよ、家で。ってなると、じゃあどうするってなったときに、じゃん！こういう感じのね、襦袢というものがございます。なんで着物の下襦袢着てるかっていうと、やっぱり汚れるじゃないですか。直接肌とかについたりとかしたら、まあ、汗がついたりとかしてしまうので、つかないように中に襦袢とかこういうね、着てるわけなんですよ。これ半襟っていうのが、まあこういう、私もう安全ピンで留めちゃってますけど、私あんまり着ないんで、一応持ってますが、あんまり着ないんであれなんですが、まあこういうものとかを駆使して、着てるんですね。なので、まあ襦袢は着ないけれども、合わせとか、一重とか、小剣の洗えないようなものを着るときは、中にブラウス着たり、シャツ着たりっていうので、多少、調節をしていたりはしますね。はい、というところでね、今日は着物、時期によってこんな着物がありますよとか、襟の種類であったりとか、まあ材質のお話とかをさせていただきました。こんな感じでね、ちょっと着物についていろいろ今後も喋っていこうかなと思っております。はい、ということでね、今日の動画良かったよっていう人はグッドボタン、高評価ですね。そしてチャンネル登録、インスタのフォロー等々よろしくお願いします。そしてね、今日ご紹介した着物ですね、合わせの着物以外は、ホームページの方に販売しておりますので、よかったら気に入ったのあったら見ていてくださいませ。また見てくださいね。バイバーイ。